前回失った大白区の議席、何としても船山優さんで取り戻そうではありませんか。活動の原点は何よりも命、お父様が急死された、その悔しさを胸に医療の道を志して、そして保健師になってからは経済的理由で医療にかかることができない、そういう人をたくさん見てきました。政治を変えなければ命守れない、そんな思いで市議会議員として頑張ってこられたではありませんか。市議になってからは初質問で救急医療の問題を取り上げて、ドクターヘリ、ドクターカーを実現しました。多くの皆さんにお世話にいただきました。本当にありがとうございます。私、宮城県議会議員候補、久田山由美でございます。この選挙戦は私たちの命がかかった大事な選挙戦です。日赤病院を存続させること、そして4病院の移転再編計画を白紙撤回をさせていこうではございませんか。その願いは私、船山由美に託してください。よろしくお願いいたします。船山由美です。どうしたものだと、こんなふうに言ったのか。